こんにちは、長間でたっぷりチェアです。一気減っちゃった。フレンドコードじゃなくて、あれだ、コースの ID を見せたいがために一回やり直して一気減ってしまいましたが、いや、なくてもよかったね。結局死んだね。申し訳ない。アマリコ TV がバグりました。おっと、あの B を押してからちょっと数秒後にジャンプしちゃうみたいな、バグっていうかラグっていうかね、それが顕著になることがあるんですよ、たまに。そういう時再読み込みしてあげないとね。再読み込みっていうのかな、再起動してあげないとって言えばいいのかな。ちょっとね、動きが鈍くなるんですよね。動きが鈍くなるっていうか、もうマリオはできなくなる。ラグ計算しながらマリオやんのは相当ハードですからね。来た来た、足場がね、こんな感じでね、来てくれるからね。それをずっと待ってました。お、ここでプクプク死亡、また復活してるし。無敵かこの魚は。さすがだな。お、来た、ビタミン B1。 いや、 B2 か。勝ちゲー。さあ、バトルシップ内部に進行していきましょう。これはかぶって持って尻尾か。 OK、 ぶっ倒して入って、できれば P を持っていきたいなと思う。あ、取れた。しまった。勢いでいく。 OK。 お、中間ですね。あ、尻尾立ちた。あ、しかもこれもう捨てなきゃ意味ねえ。一生懸命持ってきたのに。これは右だね。ここはそのまま右で大丈夫そう。ここも走って、待って、俺どっか一回入ってるね。こちら側にないから、これは下行かないとダメそうだな。おめ、う、焦る。これあれだな、封じれるんだな多分。そういうことだ。うそ、そっか、そっちも出るのか。封じれた。こっちはないのか。うわ、ちょっと。ないのかよ。あー、 P か。確実にあれは取りてえな。今がチャンス、チャンス。 OK、 よし、一気にファイヤー状態になれたの大きいですね。 P をでもゲットできないっすね。あ、これはあれだね、ドア入るとつながってるんだな。 OK、 で P 持っていって踏むじゃん。でですよ、これさ、これさ、多分クッパージュニアのとこに繋がってんだよな。うわ、マジか。よいしょ、クッパージュニアのとこに繋がってるよね。多分倒すやつだね、これはね。だね、踏むしかねえか。甲羅当てるって手もあるか。これは確実に甲羅。おお、甲羅が乗ってる。すげえ。よし、ね、入って先に進めましたね。これだったらさ、タヌキでこっち抜けてきて大丈夫だったじゃん。大丈夫だったじゃん。一番奥も入れましたね。お、これは隠しステージ的なね。どうしよう、これは中年タヌキマリオプラスメットの最強装備でいきましょうか。これこそマジで勝ちゲーだろ。負ける気がしない。あ、これ入れねえ。飛んでこれたよ。頑張った意味が。そっか、ここからまたスクロールか。でもまあこの状況だったらな、尻尾がいいっす。ミスター。ミスター。スリーアップしようと思ったのに。お、上も行けますね。上ダメかと思ったけどね。あ、これはあれだ。船の、帆のところを再現してるんですね。炭だな。コクッパ落ち。倒しきれるか。よし、倒しきれた。一気にゴールだー。しゃー。このステージは長かったな。
ステージ10参りましょう。やはりの課長、過酷なお仕事お疲れ様です。社畜ですね社畜ですね、おめでとうございます。うわ、 BGM ね、死んだ。ピーフムじゃなさそうだよね。アリの課長、過酷なお仕事お疲れ様です。そっか、あ、違う、ピー出てきたし。嘘、ギリギリまで持っていかせて、オッケー。で、右に進みます。課長、給料は半端じゃないっすねこんだけコイン取れれば給料は半端じゃないでしょう。こっちはスタート。よし、おめでとう課長。まだまだ。お、お前いたか。やったぜー、気持ちいい。よし、いけー。しゃ、ううよっしゃ、逃げるわ。課長がクラウン乗ってるってなんか違和感だな。あー、ゴールだ。お疲れ、お疲れ様でした。本日もお勤めご苦労様です。帰れるといいね。ステージ11参りましょう。アリの課長は結婚されてるのかな。ご飯の前に帰れるといいね、ほんとね。バウザロー、アウザロキャッソー、緑の悪魔。うん、なんかありそうだね。なんかありそうだよね。ないかな。これ結構難しくない？オッケー。しっかりと。食らった。食らっちゃった。おう、そういうこと。あ、むずいじゃん。でもまあ、食らっていって大丈夫。あ、持っていった方がよくない？おっと、タイミング悪かったな。ここだ。オッケー。よいしょ。待機。無理。死ぬ。おお、耐えた。あ、強くなった。よーし、大きくなった。これは勝ちゲーだな。よーし。無限に出てきてくれるんだね。じゃあ、自爆テロかな、ここは。ちょっと高いところでやりすぎたな。でもまあ、こんだけあれば。下の方も壊す？いいよ、いいよ。キノコもらえるんなら、いくらでもね。全然大丈夫ですよ。もうちょっとで道ができそう。ほっ。オッケー。なんか出てくるのかな？来ねえのか。入るべきあれだったのかな？オッケー。さあ。お、出ましたね。外にね。おー、ゴールですね。もう終わり？よっと。ステージ12参りましょう。Temple of Simple Puzzle。 発音はぐちゃぐちゃです。とりあえずあれですね、謎解きであるっていうことですね。この土管から、あ、バニーが出てきてくれる。この中からバニーを見つけてこいかな。あ、バニーあるね。パウをちゃんと使いましょう。持ってく？こんな感じで。一個じゃ届かないかな。ちょっと届かないかな。み、もう一個必要かな。はっ、うん。まあ、個数あるからこれはなんとかなりそう。はいはい。
ほっ、オッケー。で、バネゲットしましたよ。P スイッチかな？オッケー。よいしょ。で、ドアに入りまして、土管入りまして、中間。で、持ってどうなるよ。鍵をゲットせよ。パウをゲットせよ。このドアに入って。あー。違う、これあれだ。こうだ。で、P を押すと、パウゲット。一回こっちに戻って、こう降りて、ぶっ倒して、ぶっ倒して、ピン持って、パウ持って、で持って、こいつぶっ倒すと、あ、で、こっちのドアから鍵をゲットしてきなさいよと。あ、これ道作ってあげるんだ。のこのこに。で、ドア入って、ここのノコノコを、コンチャースして、で、コンチャースして、これが、ドア鍵、戻る、ドアに戻る、ただいま。これで OK ですね。んで、ドア入って、土管入ってかな。さあ、ステージ3。また中間。また一回食らって、バネをまたゲットしてこなきゃいけないっぽいね。了解。よーし、行くぞー。今度はどこだ？かぶって、叩け。オッケー、ゲット。おりゃ、これを使って上に行くと。またメットはなくなっちゃいますね。ガリガリがいっぱい降ってくるな。最終的に P が降ってくるのかな。ここ行って、こっち逃げて、基本的にここで耐える。OK! 耐えれたか？耐えれたのか？まだ来るのか？お、大丈夫そうだね。よし、OK。油断せずに行こう。危ねえ！一番ビビってたのは、あの土管の下についてるトゲに当たること。これ当たっていいのかな。よかった、怖え。トン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 、オッケー、スリーアップ。よっしゃー、よし、じゃあ今日はここで終わっておきましょう。いいコースだったな。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。アディオスアミゴー。